皆様暑い中あるいはお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。自主ゼミナールの現代社会の仏教ということで、第2回案号を、これから開催させていただきたいと思います。メインテーマどうなるぞするこれからの寺院ということで、今回、コロナ禍における差別問題とグリーフケアということで、パネリストの方をたくさんお呼びさせていただきましてご参加いただいて皆さんとこの場を共有させていただきたいと思います。で、開催するにあたりまして、まず、ご連絡事項を私の方からご説明させていただきます。できるだけ電波の状態のいいところで、ご参加なさっていただければと思います。音声や画像の方もできるだけ見えやすいところでお願いいたします。それから可能な範囲でお名前の方を記載に記載していただいて、ご自分の名前が見えるようにちょっとできるだけで、表示していただきたいと思います。それと基本的にパネリストの方司会の方がお話をしますので、スピーカービューで、なおかつご自分のお声はミュートで、消音していただきたいと思います。それからパネリストとあとホストあと司会の方で、画面共有させていただきますので、ご参加の方は画面共有はご遠慮いただきたいと思います。それとあと入退室については自由でございますので途中から入られる方あるいは、お時間の都合で退室なさることもできます。またお飲み物をご用意いただいて、もう構いませんし、ゆっくりとご参加いただきたいと思います。それと、私の方で録画、録音をしておりますので、録画、録音についてはご遠慮いただくようにお願いいたします。それから、その、ディスカッションの中でご質問がもしかしたら出てくるかと思います。その時にはぜひ、チャットというところがありまして、コメントを書く欄がございますので、お気軽に、ご記入をお願いいたします。それから、最後に質疑応答と、あるいは次へのご案内ということがありますが、一応お時間になりましたら、私の方で、終了させていただきます。今日は2時間というわけでございます。この時間を皆さんと共有できること、本当にありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は第2回、ズーム案号ということで、第1回目は、下案後夏という字が入ってたんですけども、通年で行っていこうということで2回目から夏の1文字が消えまして取りまして、ズーム案号ということで、始めさせていただきます。今日皆さんの方に、お手元資料がいってるかと思うんですけどもそちらの方をご覧いただきながら進めさせていただきたいと思います。第2回ズーム案号どうなるどうするこれからの寺院コロナ禍における差別問題とグリーフケアということで今日は6時から8時までの2時間の予定で進めさせていただきます。管理人は栃木県浄土宗一向寺住職東さん、パネリストとして福島県浄土宗菩提院副住職下村さん、同じく福島県曹洞宗正見寺住職秋さん、一般社団法人リブオン代表岡久さん、長野県曹洞宗東照寺住職飯島さん、蓮の葉代表堀下さん、そして司会は私長野県浄土宗元光寺副住職小木須、そしてサポートとしてスタッフにすぐれさんと鵜飼さんが入っています。今主催者の挨拶そして私の方からご説明ということでさせていただきましたが、まずこのオンライン勉強会ズーム暗号の方は新型コロナウイルスをきっかけとして始まった勉強会であります。皆様も報道でご存知のことと思いますが全世界で感染確認者は1000万人を超え
またお亡くなりになった方々は50万人を超えるということで、まだまだその新型コロナの影響で家内の方々がお亡くなりになったり、あるいは治療中ということで影響が出ておるわけでございますが、お坊さんが始めました勉強会でございますので、まずは新型コロナウイルスにてお亡くなりになりました方々への追悼ということで、合唱、礼拝、黙祷ということでお声掛けさせていただきますので、皆さんお手合わせいただきまして黙祷のほどよろしくお願いします。それではお願いします。合唱、礼拝、黙祷。お直りください。どうもありがとうございました。今日はパネリストの方全部で5人おります。かなり時間が限られておりますので、私の方から、趣旨説明ということで、結構長く書いてしまったんですけども、ここに書かれている通りなので、ご一読いただければと思います。要点をかいつまんで、お話しさせていただきますと、このコロナ禍、コロナが流行している中でいろいろなさまざまな問題が出てきています。それに対して我々僧侶、あるいは一般の方も含めてですね、どのように対応していけばいいのかということで、このコロナ禍においての問題ということで、今回は2点挙げさせていただきました。コロナの感染者、あるいはコロナを治療してくださる医療従事者の方々が、差別を受けている、偏見の目を持たれて差別を受けているという問題、いわゆるコロナ差別と呼ばれる問題、そしてまた、コロナの流行に伴ってですね、病院や老人施設に入所されている方々、ご高齢のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに会うことができない、そのまんまご病気でお亡くなりになってしまう、それはコロナを直接の原因としてお亡くなりになる方もいれば、コロナではないんだけども、ご家族が面会に来ることによってコロナに感染してはいけないということで、その病院だった施設側の方針ということで会えないまま、長い方だと半年以上も会えないままお亡くなりになってしまう。その時に残された遺族の方々にどのように寄り添っていけばいいのか、僧侶としてどのように対応していけばいいのかということを学びたいと思いまして、今回グリーフケアということでテーマを定めさせていただきました。前回ですけども第1回ズーム下案号ということで開催させていただきましたが、それはコロナ禍において寺院僧侶はどうすべきかについて、伏せをキーワードに選んでですね、考え論じてまいりました。ここでは目的、何のためにについて話しまして、手段、どうやってには触れませんでした。どうやってというのはですね、結構このインターネット上にですね、お坊さんがこんなことやってるよ、こんなことできたよということで挙げられているもんですから、少しこちらの方の勉強会ではですね、何のためにそれを行うのかということを考えてみようということでさせていただいた次第です。今回のテーマ、どうなる、どうする、これからの寺院、コロナ禍における差別問題とグリーフケアということで、今回も前回に引き続きまして、伏せというキーワードの中で、前回は、法制と財政についてお話ししたんですけども、その中の無為政というものがありますけども、その仏教の伏せ、特に無為政の考えに基づき、この問題を考えてみたいと思います。無為政ということは、簡単に言いますと、恐れを取り除くということでありますけども、その伏せの中でですね、一般的に無罪の七世、七世と呼ばれるものがあります。伏せ行の一種で、仏教徒が心がけなければならない態度ということで、これは新三浄土宗大辞典の方に出てくる言葉なんですが、そこに7つの項目が出てまいるわけですけども、その中の3番目言辞世というものがございます。相手に柔らかい思いやりのある言葉をかけることということで出てくるわけでございますけども、今日はこの言辞世について、言葉の持つ力ということで、言葉というのはですね、人を傷つけることもあれば、人を励まし、和ませ、癒すこともできるというところから考えてみたいと思います。第一部、コロナ差別についてということで、差別とは何だろうかということで、ここにですね、書いておきましたけども、仏教用語で言いますと、差別という字を書いて、差別と言います。で、そこの意味としては、そこに書かれている通りです。で、私たちが日常生活で使っている差別の方はですね、個人の方から挙げてまいりましたけども、そこに書かれている通りです。
細かいことにつきましてはパネリストの先生方からお話しいただきますので端折らせていただきますけども、まず自己と他者とを区別したところから差別は始まります。自分が知らないもの、未知なるもの、わからないものへの恐怖不安、それが差別する気持ちを増長するということです。今日はそのことについてですね、パネリストの方からお二人、東日本大震災によって、津波で、被災しました福島第一原発、その後の放射能汚染についてこの9年間、真摯に向き合ってきた方お二人からお話を聞いてですね、その原発差別とコロナ差別、差別の構造メカニズムについて勉強して考えたいと思います。まずパネリストとしまして、はじめにですね、下村さんの方から発表よろしくお願いします。はい、では、よろしいでしょうか。はい、下村と申します。私、今福島県のいわき市の浄土宗の菩提院の副住職をさせていただいております。生まれは栃木の実は天台宗のお寺で、天台の企業もしていたんですけれども、浄土宗に来たというちょっとレアなケースではあります。今日せっかくの機会をいただきまして、2時間ぐらいのところを15分で、ということで分かりにくい点も多いかと存じますけれども、どうぞお付き合いいただけたらと思います。では始めていきたいと思います。今回はその差別問題という視点から私が福島で震災と原発事故後見聞きしたものについて少々お話をさせていただきたいと思います。福島県の位置は皆さんご存知かと思うんですけれども、さらに福島の中をご紹介いたしますと、海側から浜通り、中通り、会津地方といいまして、3つの県が無理やり1つの県になっているような県で、実は、気質も違えば人柄も割と違ったりして気候も違うし、で今日次にお話をいただく、秋さんは、中通りの、方で、私は浜通りに住む者でございます。で私が住んでいる、いわき市は、浜通りの一番南で、平地区、もうほぼ中央やや南なんですけれども、なので事故を起こした東京電力福島第一力原子力発電所からはだいたい40キロぐらいの場所に住んでおります。なのでね、私はここにいて見聞きしたことのお話でございますので、私の話が福島のすべてではないということはちょっとご理解いただきながら聞いていただけたらと思います。ちなみに、福島県、今コロナウイルス感染が82例というふうに聞いてまして、ただし、会津地方は岩手県と並んでゼロを誇っております。原発事故による強制避難と分断というところから入っていきます。ご存知の通り、2011年3月11日以降、原発の中もひどい状況になりまして、で主に双葉郡の、住民の方たちは強制的に、その、住んでいる地域から避難を余儀なくされるということになっていきました。で特に、県外への避難も多く見られまして、でその被害の状況に応じて東京電力から、精神的苦痛に対する賠償であったり、住宅に対する賠償であったりという賠償金も支払われてはいるんですけれども、そのお金を受け取っているっていうことが、これまた避難の先では妬みの対象になるとか、そういうことも起きていました。また住宅に対する賠償は、この双葉郡の中に住んでいた方でも、津波で例えばお家をなくされた方にはそれは払われなかったり、あるいはこの左の写真出しているのが、このオレンジの帰還困難区域と居住制限区域の境目の道路の写真なんですけれども、この道一本を挟んで左側は住宅に対する賠償がもらえているけれども、一時帰宅もままならない。右側は一時帰宅は自由なんだけれども、そのお金がもらっていない。そういった分断が、こういう距離感で起こっているのがこの避難の地域です。その他、地域外からに住んでいても、私たちいわき市はその避難対象の地域ではないんですけれども、でも確実にこの放射能汚染を受けまして、その放射能の心配から自主的に避難をするという方もありましたけれども、それができるできないというギャップも生じていきました。
またね、避難先でそのいわきナンバーであったり福島ナンバーの車に対するいたずらなんていうのも聞いたのが2012年頃でした。でいわき市も相当に津波や地震で住宅等にも被害が出たんですけれども、でさらに、福島双葉郡からの避難の方たちが多く住むようになりまして、人口32万そこそこのところからの2万4千人近くが多く避難をされた。でさらには復旧作業等に従事する作業員の方たちが多くて1万5千人とか2万人とか泊まりした時期もあるっていうふうに聞いてまして、人口が急増していろいろ住んでいるにあたっても問題が生じたり、でそういう問題が出るとこの不満が避難されている方であったりその働きに来ている方に向けられるっていうことがありました。で多くのデマなんかも流れまして、避難者は朝からその賠償金でもってパチンコ屋に入り浸っているであったりとか、高級車は乗っているのは多分避難者で賠償金もらってるからだとか、あるいはそのいわき市に対して税金払ってないのに住んでいてもう腹が立つみたいな、実際には国から賠償はちゃんと入っているんですけれども、それが分かっていなかったりとか、通帳を拾ったら避難者のもので億単位のお金が入っていたなんていう噂はもう複数のいろんなところの郵便局にその同じような通帳が起こっているっていうような状況で、もうデモもひどかったです。そして、東京電力で働く方たちやね、その除染のお仕事をされている方たちへの偏見っていうのも、ひどいものがありまして、特に、双葉郡にもちろん原発で働いていた方はお住まいだった。だから自分たちも被災して、仮設住宅等へ避難を余儀なくされた上に、特に東京電力に勤めている方は、その加害者、の企業側であるっていうことで、その身分を明かすことも、はばかられる、隠れるように生活をしているという状況がありましたし、今でもそういう方いらっしゃいます。で、また、県外からそうやって働きに来た方たち、男の人がね、お一人でいらっしゃっている方が多いので、もう当然夜の街等で、見かけることも多かったんですけれども、一部犯罪の事件なんかも起きまして、でその後、その作業服で街を歩くだけで、犯罪者扱い、警戒されてしまったり、事件を起こしたんだっていうデマが流れたりともしました。またそういう方たち、その汚染がひどい地域と出入りしているということで、体にその放射性物質をくっつけて持ってきてるんじゃないかみたいな、偏見も あったりして、その不安っていうのもものがありました。特にこの放射能に対する不安というのは、目に見えないので、コロナウイルスとも近いんですけれども、ただその不安の感じ方っていうのは本当に人それぞれ、大きな差がありまして、その、違いでもって、その対策がちょっとでも違うだけで、そういう人たちへの、ね、攻撃をする方っていうのが、特にネット上ではひどく見られて、今でもあるのかもしれません。で、また子どもたちがね、屋外での活動を制限したり、マスクをつけての生活っていうのも長期にわたって行って、福島にとっては、卒業式マスクつけて、この子たちは入学式もマスクでやったんだよね、なんていうのが思い出されるシーンがこの春でした。また、福島さんの、食品に関しても、いろいろ不安を持つ方は多くて、で、心配だけどそれを言い出せないっていう方もいれば、農家の方なんかは、それが、自分の孫に食べさせてもいいんだろうかって不安を抱えたり、それをネット上では毒を売っている、人殺しみたいな書き込みがあったりとか、ありました。そもそもその不安っていうのは人それぞれ違うので、それを科学的に間違ってるよって言っても、やっぱりそれはさらに不安になってしまったり拒絶されるだけでして、その不安自体のそれぞれの持ち方っていうのはもうそれぞれそうだね、正しいよねって言ってあげない限り、話が始まらないっていうのが頃で、まさに今のコロナに対しても同じようなことが言えるんじゃないのかなと思います。そして私たちは、
未来会議っていう、その活動を、2012年からスタートをさせております。今まで話してきたように、様々なギャップから地域の中で分断が起きてしまっていて、で、そのこと自体を言い出すと、やっぱり、お互いもしかして、この人意見違ったらどうしようって、はばかれる状態が続いてしまったんですね。ただ、その中で、やっぱり復興支援として、入ってきた団体さんが主催してくれた、対話の場作りのところに、ちょっと声かけて参加をさせていただきまして、で、その対話をしようっていう、議論ではなくて対話をしようっていう場を経験した仲間が一緒になりまして、いや、それはちょっと続けたら、もしかして今の状況なんとかできるんじゃないかっていうふうに思いついた仲間がいまして、これがまた偶然、私、僧侶として一人、それからお母さん弁護士であったりとか、デザイナーをしている女性であったりとか、それから若手の起業家で、その復興の商店街を成功させた若者であったり、まあそんなメンバーが寄せ集まって、この未来会議っていうのを始めていっております。どんな場かと言いますと、とりあえず、その価値観の多様さをまずは認め合って、話し合いを始めてみようというところで、その違い自体を大事にしてみよう。で、それを、対話でもって、今いろんな問題にも、立ち向かってみよう。で、そこで出会った人たち同士が、何か次の活動にアクションを起こすっていう時用に、そのプラットフォームになれるような場所がいいよねっていうことでやっています。我々が言うところの対話っていうのは、議論とか、対照的だよっていうふうによく説明をするんですけれども、議論は、それぞれが相手を論破して、自分の意見に、まあ、賛同させようとね、一生懸命努力する。まあそういうことが、議論だと思うんです。なので、まあ当然衝突も起こります。し、相手を攻撃する行動になります。で、我々が言うところの対話は、まあそれぞれ違ったままでいいよっていうところからスタートをして、で、相手の話に、まずは耳を傾けてみよう、っていうことで、そこで自分と違ったものと出会うことで、自分が少し変わるっていうこと自体も許してみよう。まあ、そういうことをやっています。ここでのエチケットみたいなものを設定するんですけれども、まあ、主に大事にしている2つというのは、すぐにその場で否定をしないこと。それから、断定しない、決めつけないことなんですね。相手の発言遮らないで違う意見を言われても、そういう意見もあるかもしれないね。で、一回、飲み込んでみる。そうすると、相手の意見を聞くことができる。そうするとね、相手も自分の話を聞いてくれるようになっていく。で、あれなのに決まってんじゃんって思っても、いや、そうじゃないかもしれない。で、ちょっとつぶやいていく。そんなことをやると、対話っていうのが深まっていくということが分かってきました。開いてみたところ、本当に地域のいろいろな方が興味を持って参加をしてくださっていて、もう小学生から、お年寄り70代の先輩まで、職業もバラバラ、そして、手法が、これは確立されたものがありまして、例えばワールドカフェっていうものであったりとか、あとは OST って言われるオープンスペーステクノロジーであったりとか、対話をして、その場の、みんなの意見をなんとなく見える化するような活動であったり、あるいは少し活動の目を出させようという、会であったりとか、そういうものをやっています。そして場としては意見は持たないでいこうっていうのが、この、場でして、それをファシリテーターといわゆる促進役が進行をするっていうのに特徴があります。ある会では、双葉郡で、津波で幼いお子さんを亡くした、そして、釣り船の船長さんでね、その漁自体もできなくなっちゃった。まあ、そういうお友達いるんですけれども、この方と、東電の本社の役員さんが同じテーブルについて、で、お互いの話に耳を傾けるなんていうことも作ることができまして、その原発の是非とか、そういうことはもう絶対に相入れない立場のお二人なんですけれども、でもこの対話の場で、フラットに行こうという場では、お互いその話をすることができて、で、今でもその交流っていうのは続いて、いらっしゃいます。じゃあ、下村はどっちなんだよってよく言われることがあったんですけれども、そのね、原発の賛成反対っていうのはもちろん腹の中にはありますけれども、でも、この場としては、それは色はつけたくない。
で特に、中立であることというのはここが真ん中だよねっていうことじゃなくて、結局はさまざまな意見に触れる、その触れ幅を広く取っていくことなのかなっていうのが感じていることです。これまで、大きな場は24回、開催できて、対話イベント自体も100回を超えていまして、でこれを、まあ、最低30年続けてみたら何か起こるんじゃないのかなと思って、始まって、います。2017年には浜鳥合衆国なんていう変な言葉も考えてみまして、これで、まあ、いろんな境界線自体を、考えてみ、たい、取り払ってみたいなんてこともやっております。でね、その対話の手法っていうのはもう2、30年前からいろいろ研究がありまして、活動、ね、その対話の手法っていうのは書き連れたものがあるので、まあ、いろいろお試しをぜひいただけたらと思います。私たちが、まあ、特に大事にしていることはここなんですけれども、この場では、結論を出さないでおこうよっていうのを、まあ、まず言ってます。議論は終わらせるためにするものだけれども、対話は続けるためにするものだよねっていうふうなことを、言ってくださっていることも方もいますし、まあ、違ったままでもその集大成で、一つの絵は、色は作れないけれどもモザイク画のように違ったままで絵は描けるよね、そんな例えもよくしています。これは昨日たまたまそのコロナの中からウェブで対話の方をやった時のルールの張り紙なんですけれども、まあ例えばこういったことを意識の片隅に置いて他者と話してみるっていうのも何か気づきを得られるいい機会になると思います。そのまずは違った考えの方との、ね、信頼関係を築くことっていうのが大事になってくるんですけれども、まあ、その場合、多分その答えを一緒に見出そうってするよりも、なんでだろう、あれって何なんだろうっていう問いを共有することの方が、信頼関係を築くためには重要なんだろうなっていうのが、この対話の場の中から、ある方がね、やっていた対話の場から出た言葉なんですけれども、本当そうだよなと思って、なのでね、共感、同じ考えに立つ、同じ感じを持つことはできなくても、でも一緒に持つ、共有することってのはきっとできるし、その共有することで、一緒に何かすることっていうのは可能になっていくかもしれません。で、対話によって、その他者に耳を傾けることで、自分も、また変わることを許しようよっていうのが、大事になってくるんだなっていうのを、今感じています。まあ、こういう対話をするっていうことを、すべての方が少し、片隅に、置いてもらえたら、もしかしたらその偏見や差別っていうのも緩和できるんじゃないのかなという、ことを、感じていました。すいません。私の顔の前にこう、冊子等があるんですけれども、私たちこれをアーカイブしていこうというのも主な活動にしておりまして、こういった報告書冊子もありますので、もしご興味ある方あれば連絡をいただければ対応もさせていただきたいと思っております。今日はお付き合いをありがとうございました。以上で一旦終わらせていただきます。どうもありがとうございました。では続きまして、あきさんの方からお話をお願いします。言えます。はい、すいません、お騒がせしました。福島の連投パネリスト連投ということで、先ほどもちょっと画面共有で、下村さんトラブルありましたけど、それに超えるトラブルで、まあいい思い出でお土産に帰っていただければと思います。ちょっと落雷がありまして大変失礼いたしました。パソコンが安定しているうちに、じゃあ発表の方を進めたいと思います。大変失礼いたしました。まず差別という問題について、先ほどの下村さんの発表にございましたけど、私大まかに差別というものは2つあると考えておりまして、まずその2つについて説明したいと思います。失礼いたします。はい、大変失礼いたしました。2つ差別を設けるというお話をさせていただきました。まず1つ目がですね、1つ目の差別の形態というのが悪意の伴う差別と、定義するものでございまして、今回は便宜的に悪意ある差別と仮称をさせていただきます。大まかな定義といたしましては、閲覧資料に載せた通りでございます。この定義は便宜的に
辞書にある記載を寄せ集めたものです。2つ目の差別の形態は仮に悪意の伴わない差別と定義するものでありまして、やはり便宜的に悪意なき差別と本発表中では仮称をさせていただきます。大まかな定義といたしましては、同じく閲覧資料に載せた通りでございます。ここに見える定義というものを私は今日、先ほどの下村さんの発表に合わせて、申し上げていきたいと思っております。要は差別というのは悪意の伴う確信犯的差別と悪意の伴わない構造的差別とに大別できるものと感じています。個人的にはこの両者は本来厳密に分けて議論されるべきものであると考えております。そこで本日は先ほど申し上げましたように、まずは下村さんの、発表にもありましたように、原発事故という特異な状況ゆえに起こり得た、丸2の方ですね、悪意なき差別にまずはテーマを集約させて話を進めさせていただきますことをご承知おきいただければと思います。次に悪意なき差別への加担者について説明をいたします。先ほども定義いたしましたように、悪意なき差別という以上はその差別に加担せざるを得ない人たちが存在いたします。それを今回は悪意なき差別への加担者と仮に表記いたします。加害者ではなくて加担者と表記したところも悪意の有無による区別化というものを意図しております。まずここで言う悪意なき差別への加担者とは、便宜的に次のように定義したいと思います。先ほどの画像の説明とも重複いたしますが、ここでは差別当事者に確たる差別意識がなくても、おのずと差別が起きる際の構造に組み込まれてしまう人たちと定義をいたしたいと思います。ではなぜ具体的に悪意の伴わない、方々が差別の加担者側に組み込まれてしまうのか、その背景について考えてみたいと思います。背景の一つには、今出てきましたように、自衛予防防衛本能から来る排除の論理が挙げられます。次に、分からないものに対する恐怖。これは専門家でも意見が分かれる現実が挙げられます。最後に、これは私の造語でもありますが、触らぬ神にたたりなし症候群、つまり、触らぬ神にたたりなしという感情から、その当該者と意識的に距離を置いてしまう傾向を指しています。これらを背景に過小した悪意なき差別は起こり得てしまうものと分析をしております。ここでは表題にもあるように、被爆コロナにおける悪意なき差別について考えてみます。もちろん放射線被爆差別にも悪意の伴う差別といった事例も多々見受けられました。先ほどの下村さんのご発表にもあったように、福島というだけで被爆した危険な人たちという安易な先入観、レッテル貼りが蔓延し、時に直接的間接的な誹謗中傷、これ悪意あるネットの書き込み、先ほどのレポートにもあった通りです。また暴力や器物損壊、これも福島ナンバーへの傷つけ行為等が含まれます。そのような違法行為にまで発展する事例が報道されました。それは今回のコロナ差別であっても叱りでありましょう。しかしながら一方で、未曾有の大震災、未知とのウイルスとの戦いであったコロナ禍は、あらゆる情報が錯綜し、何が安全で何が危険なのかなど、正常な判断ができかねる人たちがいらっしゃったのも事実であります。そしてそういう方々が意図しなくとも差別の構造上の問題に巻き込まれてしまった事例があるということです。例えば放射線被爆差別を例にとれば、先ほど挙げたような違法行為まではいかなくても、被爆に対する自衛の本能から来る排除の論理に組み込まれてしまった方々を見ると、
放射線医療の専門家の方々でも意見が分かれ、分からない状況下で恐怖が募り、当時の福島というキーワードに危機感や嫌悪感を抱き、触らぬ神にたたりなしで福島の人たちを意図的に遠ざけた事例が見受けられました。いわゆる風評被害などもそれに含まれます。もちろん風評被害と実害とはきちんと分けて議論されるべきです。福島の生産者の方々も汚染された生産物を売ってまで生計を立てようと思っていた方々は皆無であります。あくまでも被爆差別における一例ですが、ここでいう悪意なき差別とはそのような事例を指しています。また今回のコロナ差別も同様の事例が見受けられたのではないでしょうか。感染予防の自衛の本能から排除の論理が自然発生的に生まれ、専門家の間でも意見が分かれる状況を受けて、感染者に対して腫れ物を触るような態度を取ってしまったり、医療従事者とその家族に対しても同様の態度を取ってしまったり、少し情報を精査すればきちんと区別が成り立ったものを、それを怠ったために安易に社会が分断し、その中から過度の正義というものが生まれ、ある特定の方々に心の痛みを背負わせてしまった事例も否定できません。では一体そういう人たちに我々はどのように向き合っていけばよいのか、また逆に自分自身がそういう構造上の差別に組み込まれてしまった場合どう対処すればいいのか、それについて思うところを述べていきたいと思います。今回私が提案したいのは、無意識のうちに差別の構造化に組み込まれてしまう加担者となってしまう方々へのケアについてであります。要は悪意なき差別への加担者の差別の目を取り除いていく試みを指しています。悪意なき差別の眼鏡は分からないことですから、その分からないことに対して決して諦めることなく、共に学習していく姿勢を示すことで、少しずつでも差別の目を摘み取ることは可能だと感じています。分からないことへの恐怖は、まずは専門家の方々でも意見が分かれる状況から発生し、その意見が分かれる状況から対立の構図が生まれます。例えば先ほどの発表にもあったように、原発に関する差別におきますと、年間累積被爆線量20ミリシーベルトを境界線にしまして、擁護派と否定派、避難派と滞在派という構図が生まれました。また今回のコロナ禍では公衆衛生上で自粛派と経済派、マスク肯定派と否定派といったような対立が生まれたことは記憶に新しいところです。その対立の構図が分断を生むということも歴史が証明しているのではないでしょうか。その分断の構図が排除の論理に拍車をかけ、差別が助長されていくといった負のスパイラルに陥ります。このことからも差別解消につながる道筋は多々ございますが、まずは分からないことを地道に解消していくということが差別解消の術になり得るということはご理解いただけると思います。ではその加担者側の心のケア、つまり分からないことを地道に解消していく術の一つに、私は自発的な学習を促すという行為に活路を見出したいと思っております。ここでは表題にもあるように、自発的な学習意欲の促進に宗教者が寄与できることについて考えてみたいと思います。まずは悪意なき差別への加担者側との信頼関係を築くことが大切だと考えています。信頼関係を築くということは、彼らの心の不安について知ることだと考えます。これはあくまでも個人的な経験値による話ですが、悪意なき差別への加担者側にとって信頼関係を築く際に一番の障害となるには、意外にも実は宗教者の口にする
正義正論だと感じたことがございました。言い換えれば、皆平時であれば理性的な判断ができる人たちばかりですから、当然差別がいけないということはほとんどの方が承知しておられます。要は無意識下のうちに差別に加担してしまっている人たちの心を正義正論という武器で一刀両断に切り捨てるのではなく、時と場合によってはその正義正論の武器を一度横に置いてケアする姿勢が必要だということです。その際に個人的には北風と太陽の例えを参考にすべきだと考えています。先ほども述べたように、時に正義正論は分断、加担者側との精神的な距離感を生み出してしまいます。しかしながら、加担者側と信頼関係を築きながら教え諭す行為、つまり資料にもあるような説諭は、時にその分断を緩和し、両者の信頼関係を築く際の潤滑油となり得ます。ある意味、正義正論を述べて当然の立場にある宗教者は、現場において態度や言葉遣いによほど気をつけていかないと、加担者側にとって自分たちの苦しみを理解してくれない敵に移る場合があるということです。信頼関係を築きながら教え諭す行為、説諭の効果とは、先ほどの北風と太陽の例に例えると太陽のごとくの対応、つまり菩薩行を意味いたします。まずは目の前の相手が悪意はなくとも差別に加担せざるを得なかった背景というものを理解し、認めてあげながら共に歩み共に寄り添う姿勢が大切だと考えております。わからないことから来る恐怖心が生み出す排除の論理は、少しずつ学習をしていけば大半の差別の芽は摘み取ることが可能です。この加担者と同じ立場になって一つ一つの差別の芽を摘み取っていく共同作業で、もしかしたら将来起こり得るかもしれない差別、例えば被爆や感染に起因する結婚差別、就職差別等、それらも未然に防ぐ種まき作業になるものと信じてやみません。まさに悪意なき差別解消のための伴走者の役割を我々宗教者が果たすべきだと考えます。以上、画像の共有終わらせていただきます。ちょっとパソコンが不安定でですね、いつ落ちるかどうか不安を感じながらの発表でございましたが、皆様方の、祈りというかご加護で何とか持ちすることが叶いました。要はですね、最後に申し上げたいのは、私の今回の役割分担というのは、差別の構造というものを先ほどの下村さんの発表につなげる形で理の部分を説明させていただく役割を仰せつかりました。私の発表は先ほどの下村さんの具体的な差別解消のためのアクション、行動がないと生きてこない部分があると思います。またその逆もしかりだと思います。あくまでも今回は原発事故なるがゆえに、特異な状況下での悪意なき差別というものにテーマを絞りましてご説明をさせていただきましたが、心のケアという部分が第2部のディスカッション、グリーフケア根底では通じる部分になるものと信じてやみませんので、一応第1部の議論の経過を心に踏まえていただきまして、第2部のグリーフケアの研修で理解を深めていただければと思います。大変お騒がせをいたしました。失礼いたしました。ありがとうございました。突然の落雷だとはね、ちょっと秋さんが一番驚かれたと思います。どうもありがとうございました。打ち合わせで落雷の練習もしたんで大丈夫ですすいません、失礼いたしました。どうもです、ありがとうございました。はい、本来でしたらここで、秋さんと下村さんとお二人とあと私交えてですね、3人で少しお話しさせてもらう点があるんですが、ちょっと端的にお聞きしたいことがあります。はい、今日はお二人、東日本大震災の津波によって引き起こされた福島第一原発、その後の放射能汚染、それに伴う、差別ということでお話しいただいたんですが、今回はコロナということを原因にして起こっている差別について考えていこうという回ですので、お二人が考えるコロナ差別というのはどういうことが問題だというふうに考えていらっしゃいますか。秋さんから
お願いします。あ、私からでいいですか。はいはい。本日のテーマにも設けましたように、ほとんどの方が、まあ、例えば、ヘイトスピーチですとか、もろもろ革新犯的な、丸一に挙げた、まあ、差別というものとは別に、わからないがゆえに、そこから来る恐怖心で、例えば家族の安全を守りたい、自らの命を守りたいということで、そこに排除の論理が、おのずと働いてしまって、結果的に差別という評価を受ける事例というものが、10年前の震災と今回のコロナの問題、まあ、原発と、未知のウイルスという違いはありますが、構造自体は実は同じだと考えております。で、仏教の持つ一つの有益な視点というのは、その我々が日常当たり前だと思っているパラダイム、思考の枠組みについて、それを一度、まあ、ご破算にするといいますか、知恵もしくは先ほどの、無意識ですか、そういう態度を持って一度そのご破算に戻して、まあ、何が差別の現象として起き上がってくるのかというものを分析した上で、人々と接するケアの行為につなげるということが共通点であり、実はどちらにも大切なことだと考えております。どうもありがとうございます。島村さん、いかがですか。はい、そうですね。今回のコロナにおいては、福島の中で震災の時に起きたことが、まあ、全国的に起きているっていう捉え方もできるのかなと思いますし、で、また都会と地方でのギャップっていうのも大きかったり、言っていいのかな、福島でこのコロナの後、ちょっと対話の会やった時には、感情的には東京をざまみろという感情があるなんていう声を福島の人からもいただきまして、まあ、失礼ではあるんですけれども、まあ、そのぐらい10年前には福島とても悩みました。で、またこのね、当事者で、あろうっていうことは、やっぱりその、コロナが身近になればなるほど、過敏に反応をするのは、まあ、当然なんですけれども、でもその正しさ、正しきに導くのが正義っていうことを、やっぱり、秋さんのおっしゃるように、一回横に置いてみないと、ちょっと苛烈な暴力につながったり、している事例はきっとあるんじゃないのかなと思います。本当は、そうかもしれないけれども、でもそうじゃないかもしれないっていうことも、片隅に置き続けるっていうのは、続けた方がいいんじゃないのかなって思いました。はい、以上です。ありがとうございます。もう一点ですね、このコロナ差別について、我々僧侶ができること、あるいは心がけて対応しなければならないことが、ちょっと聞きたいと思ったんですけども、差別を引き起こさないために、あるいは、なんですかね、皆さんに、訴えかけるというか、お伝えしていくことですね。まず単純に入り口といたしましては、今回よほどのその常識にそぐわない行為を取らない限りは、私も含めて、誰しも宗教者、一般の方関係なく、感染し得るリスクというものがある、事態ですから、まずはその辺の危機意識というものを共有することによって、予防だけではなくて、まあ好きだめな言葉で言うと、他者に対するその思いやりというか、他者に対する働きかける想像力というものが一応必要になってくるのではないかなと思っております。はい、ありがとうございます。下村さん、いかがですか。ですかね、やっぱり不安を抱える方に、いや私はこう思うよって、声をかけても、そこに差があったら、やっぱり傷はつくし、で、その話は心に届かないっていうことがやっぱり繰り返されるので、まずは心配だよね、不安だよねっていうことを肯定するところからスタートをして、でその上で一緒に悩んでいくっていうことが必要なのかなって思いました。ありがとうございます。まあ、今回、東京がやはり外国から来られる方も多いということで、今、また感染者数が、ちょっと再流行じゃないかっていうようなことも懸念されているところがあるんですが、東京からやっぱり人の移動があると、地方、特に岩手県の方、この間、ツイッターで書かれてたんですけど、東京から来られる方怖いとかっていう話になってて、今、そこのチャットでも質問上がってるかと思うんですが、やはりちょっと東京から、
来られる方に対する偏見だとか差別というところもあるでしょうけども、やっぱり皆さんがその相手の立場になって思うっていう、先ほど寄り添うっていう話、相手に対する思いやりっていう、その人の立場のことを考えてっていう話がありましたし、で下村さんからはそうだよねって一回相手の不安になってるところをまず肯定してあげて、ここはこうじゃないかっていうお話つなげるというお話、ありがたいなと思いました。ちょっと、すいません、時間の関係で、またこれについては、後ほど第2部終わってから、4人のパネリストの方々と一緒にですね、交えてお話続きしたいと思いますので、一回ここで、休憩ということで、3分ほど、休憩取らさせていただきます。蓮の葉、ご存知でない方のために、一言だけお話しますけど、Q&A サイトですね、Yahoo 知恵袋のような。ですが、回答する方が全員お坊さんということで、一般の方が今お坊さんにどういうことを相談しているかっていうのが統計取ると、分かってしまうサイトであります。前回第1回の慶安号でもお話ししたんですけど、この蓮の葉にですね、今すごいたくさんの人がアクセスをしておりまして、普段の倍以上、100万人、1ヶ月アクセスをしている状況がありまして、そのうちの 17% がコロナウイルスに関連する相談になっていますということで、引き続きずっと多い状態になっています。で、その中にですね、いくつか先ほどからの差別に関するような質問もあるのでご紹介したいと思いますけど、無知による差別というのがここに上がっているような形でいくつかあるんですけど、見ているとですね、やはり皆さんすごくパニックになっていて、混乱してしまってどうしていいかわからないという状態で相談する方が非常に多いですね。その中で、やっぱりお坊さんというのが、一般の世間とは少し違う環境であるし、価値観も違うというところのお坊さんという立場の方から、冷静な言葉をいただくことで、一旦こう正常に冷静になって判断しようよというような回答をお坊さんからいただくことで、落ち着きました、一旦ちょっと考えてみたいと思いますというような形で冷静になれるということが多いですね。それを見てたくさんの方が相談をしているというのもあると思います。という形で、差別もあるんですけど、蓮の葉全体で言いますと、コロナに関わらですね、4万5千ほどの相談が累計できているんですけど、これがもう非常に重たい、ここに書いているような相談がたくさんありましてですね、それをもう分類していくと400個ぐらいに分かれるんですけど、ほぼ現代社会における悩み、苦しみを全てが網羅されているような状態だなというふうに思っています。で、今回ですね、この半年ぐらいで、その蓮の葉の中でどういう検索を皆さんがしているのかっていうのを並べてみたんですけど、これをずっと並べていくとですね、結局蓮の葉、お坊さんにどういうことを訴えかけたいのかっていうのが、数字として出てきているということですね。一番消えたいっていう非常にショッキングなものが、あるんですけど、その下を見ていくと猫が死んで後悔したとか、親を殺したい、嘘をついて後悔したというようなことがバーッと並んできているんですけど、これバーッと見ていただくとですね、やっぱり死というものに関連するものが非常に多いなというのに気づきいただけるかと思ってるんですけど、これは特に今コロナの半年は顕著に出てきています。通常よりも死に関する検索というのは増えています。で、この15個をですね、少しよく見ていくとですね、少し分類できてくるなというのが見えてくるんですけども、こういう感じでですね、とにかく自分をも否定ですね、自己否定と罪悪感、あと大切な人、ペットが亡くなってとても悲しい、後悔すると憎しみっていう、この3つに大きく分類されていくわけですね。でこの蓮の葉でも最も求められているようなワードをですね、分類していくと、本当に仏教が根本的にこう苦しみを解いているですね、八苦の部分にすごく集約されていくなというのが見えてくると思うんですけども、こういうところからもですね、現代社会でいろんな複雑な悩みがありますけども、そのワードを全部紐解いていくと、仏教を解いているこの苦しみのところに集約されているというところで、こういうところからも、お坊さんにですね、どういうふうにしていいかという救いを求めているというのは、こういうところにもあるんだなというのを感じながら運営しています。で今回、グリーフ第2部にありますので、特に愛別離苦というところにですね、どういう言葉をお坊さんがかけているのかというのを一例紹介したいと思います。
ある方がいてですね、30代男性、子どもさんが小さい方がいるんですけど、今年の1月に奥様を亡くされましたと。その3ヶ月後に、初孫に相談が来たんですね。3ヶ月経ってますけど、まだまだ絶望感でいっぱいです。でそのまあ回答をお坊さんからいただいて、涙しながら読みましたと。感謝の気持ちでいっぱいですという相談があったんですけど、この方はですね、もう間髪入れず、次の相談をされてですね、2日目、3日目と。でずっともう続いていくわけです。1週間経っても2週間経っても、ずっと苦しい気持ちが収まらないと。でそこに対して、まあ、お坊さんがですね、いろんなお坊さんがいらっしゃるんですけども、回答ですね、言葉をいただいて、それを読んで、まあ、涙が止まりませんでしたと。何回も読み返していますと。住職様のおかげで楽になれましたというようなですね、言葉をやり取りを続けていらっしゃるんですね。でずっともう5月になってもその方からの相談が止まらなくてですね、いつも初の兄にお世話になってますと。今でも後追いをしたいと、死にたいという言葉があるんですけど、それに対してお坊さんがお言葉をいただいていく中でですね、少しずつ見ていると、やっぱりこうお坊さんとのつながりといいますか、ここではそういうもう後追いしたいとか苦しいって気持ちを吐いてもいいんだなっていうのが、ね、見えてくるような気持ちで私も読んでいたんですけども、時が経っていくとですね、また初孫にずっとお世話になってますと。まだまだです、4ヶ月経ってもまだまだですというところなんですけど、気持ちが楽に参りましたという言葉はいただきながらやり取りを続けているということですね。でつい最近も新しい相談がまた入ったんですけど、最後の回答、お坊さん、愛別陸のことをちょっと書かれていて、まあ、それも読んでですね、ありがとうございますと、気持ちが楽になりましたというようなことで、もう1月に亡くなって半年経っていますけども、ずっとこうグリーフのプロセスをですね、このところで進めているというのが、一つ例としてご紹介したんですけど、なんでこういうことができるかっていうとですね、やっぱり愛別陸っていう、まあ、仏教の根本的な苦しみっていうのに、お坊さんはずっと向き合っていらっしゃるからこそのその言葉に対する信頼っていうのができているんだなというのはとても感じていますし、その言葉をですね、誹謗中傷とかのない安心できる場所という蓮の葉の、まあ、運営と一緒になってやっていただくことで、まあ、インターネットってね、いろいろ誹謗中傷ありますけど、そのネットでも、お坊さんと信頼関係を作って、グリーフのプロセスを歩んでいけるというのが、見えてきたと。でこういう相談が実は亡くなったっていう相談600件ぐらい初めに来てですね、その一つ一つがとても、まあ、重いというか大変な思いをされている方に対する言葉を、お坊さんが600個、回答していただいてるんですけど、こういう一つ一つのですね、信頼っていうのが培ってくることによって、ここで悲しみや苦しみを吐こうと、お坊さんに聞こうというような場になってきてるんだなというふうに思っています。インターネットではね、こういう形でちょっと客観的な数字でお話をさせていただいたんですけど、リブのグリーフケアで実際の、ご活動については岡久さんと飯島さんがお話を多分されると思いますので、そこをまた皆さんで勉強していきたいなと思っております。ありがとうございます。
非常にお二人からお話をお聞きしまして、お寺、お坊さんの活動として勤めているご葬儀、あるいはご法事ということがグリーフケアにつながるということで、大変心強いところがありました。で、そこでちょっともう時間が限られているので、端的にお聞きしたいんですが、大角さん、飯島さん、お坊さんってグリーフケアっていうと、なんか言葉、いい言葉をかけなきゃって、張り切って使命感で、話しかけてしまうんで、特に私なんか喋りすぎなんですけども、なんですかね、やっぱり、その、グリーフケアって、時間の経過とともに、大切なものを、人を亡くした、あるいは物を亡くしたときに、喪失感出たときに、時間とともに、先ほど、おかくさんの話の中で、心の揺れ動きというのが、揺らぎというのがあったかと思うんですが、その時その時によって、やっぱり、受け止める方の、心のありよう、持ちようっていうのが違ってくると思うんですよね。で、同じように話しても、先ほど岡さんのお話の中にあったように、同じように法話をしても、響く方と響かない方がいる。やっぱそれは、その時の心の受け止める側の心の持ちようっていうのが違ってくるかと思うんですが、お坊さんに対するアドバイス、助言として、極力、なんですかね、喋りすぎてしまうことを、控えるって言い方悪いんですけど、どうしたらいいのかなっていうところがあるんですが、まず岡角さん、ちょっとアドバイスお願いします。恐れ多いんですけども、なんでいいこと言いたいんですかね。なんでいいこと言いたい。そうですよね、なんか使命感に駆られてるんでしょうね、うん、お坊さんだからこうしなきゃいけないみたいなところあるのかもしれないなと思って、なんか多分自分の側のニーズなんですよね。いいこと言いたいっていうのは相手のニーズではないというか、相手が求めているかどうか別として自分がいいことを言いたいで、相手を楽にしたいって多分思うんですよ。楽にしてあげたいから今いいこと言わなきゃ、言葉をなんとか重ねていってっていう意図は善意から来てるんですけど、でも本当に相手が今求めてるのは言葉をかけることなのか、それとも大切にお話聞かせていただきますなのか、泣き方のことを思ってお念仏一緒にお唱えしましょうなのか、それは一人一人、しかも同じ人であっても時によって違うので、本当に目の前の方が今何を求めてらっしゃるのか、それにまず耳を傾け、必要な言葉があれば差し出していき、聞くっていう。で、聞くっていうのが自分は下手やって思うのであれば、まずその聞くっていうのは苦手なんですけどって正直に言ってもいいんです。なんか一生懸命でも聞かせていただきますっていうスキルじゃないので、聞きたいっていう気持ちがあれば、それはご遺族に伝わっていきますし、共感ができなくても、泣き方のことを知ろうとすることはできるはずなんですね。どんな車乗ってたんですか？赤ですか？僕の車も赤なんですよって。そんな会話だけでも私たちはすごく、もっと遺族の身からすると、ああ、この人は私が何年経っても亡き人のことを思ってるのを認めてくれるんだって。お坊さんだから教えてくれるだと思ってくれると思います。すいません。はい、ありがとうございます。飯島さん、この間ちょっと打ち合わせの時にお話ししていて、お坊さん、お話を聞くことも大事だって、今岡さんからのアドバイスもそうだと思うんですけど、正直その精神状態、受け入れる側の精神状態が整わない時に言葉ばかり重ねられちゃうと、もういっぱいだよっていう、逆に拒絶反応、拒否につながってしまうかなっていう話をね、この間飯島さんとお話ししてたところなんですが、その辺どうしたらいいですかね。はい、今岡久さんもおっしゃってましたけれども、その目の前にいらっしゃる方が何を望んでいらっしゃるかというのをまずしっかり把握するというか受け止めることは大事だと思います。仏教的な例えで言えば、お釈迦様がお釈迦様に対してスジャータが父がゆを差し出しましたよね。で、あの時にスジャータがとても弱っていらっしゃるお釈迦様に対してフルコースのお料理出したら、お釈迦様どうでしたでしょうかね。食べられなかったんじゃないかなと思います。そこをしっかりスジャータがこの方には父がゆを差し上げようって、そういうふうにもしかしたら判断したかもしれません。その時のお釈迦様側ではなくてスジャータ側の気持ちになって見てみるというか、観察してみるというか、捉えてみるということも時には必要なんじゃないかなって。力になってあげたいっていう強い気持ちは非常に嬉しいというか尊いと思うんですけれども、どのくらいって程度の問題といいますかね。
それをやっぱり自分なりに把握するというかキャッチできる、そういう感性をこれからいろんな場面経験しながら培っていくことが、まあ、これからのお坊さんに求められているかなって、そんな感じがします。はい、はい、どうもありがとうございます。ちょうど今これで8時になったところですので、本来でしたらここでお時間になるんですが、ここまで、ちょっと延長しますけども、皆様お時間のよろしい方は、引き続き、お聞きいただきたいと思います。まあ、ここでですね、第1部のパネリストのお二人、下村さんと秋さん、そして第2部の、パネリストのお二人、岡さんと飯島さんと4人で少しお話しさせていただきたいと思います。第1部の方はコロナ差別ということでお話しいただいたんですが、下村さんの方からは個別の事象について、でまた秋さんの方からはその差別が起こる構造ですね、パラダイムについてお話しいただきました。でそこで大事なのは相手の立場に寄り添うこと、相手の立場をおもんぱかってその方の気持ちになってみて考えること、そしてまた対立するのではなくて対話を重ねてですね、一回そうだよねって受け止めた上で、ああそういう考え方もあるよねっていうことを大事にしていこうっていうお話があったかと思います。で第2部の方のグリーフケアについてもですね、今の話でやっぱり対話を重ねる中で相手の気持ちで、ああそうだよねって、やっぱり相手の気持ちをまず受け止めるってことが大事なのかなって私聞かさせていただいたんですけども、4人のパネリストの方からですね、今回の差別、コロナ差別とグリーフケアということで、今このコロナ禍、コロナが流行しているときに顕著に見られる2つの問題について関係ないような感じもしたんですが、実は、根底でつながっている部分、っていうのもあるのかなと思ってですね、ちょっと4人の方からですね、それぞれにお考えをお聞かせいただけたらなと思います。下村さん、いかがですか？はい。まあ、第2部の、お話を伺って、特にやっぱりその震災当時、福島でもいろんな喪失があってね、その、グリーフの現場っていうのがかなりタフな、状況から、いろいろあって、でそこからのいろんなフェーズが経てきたんだったなっていうのは改めて思い出しました。特に原発事故って、そのふるさとの喪失っていう、言葉が使われたりとか、あとはそのコミュニティ関係性の喪失だったり、まあ、そういうことが非常にたくさん起きていて、でそれはやっぱりもう元には絶対戻らないものなんですよね。今いるけれども会えないっていうのはやっぱり、厳しいことで、で、さあその時に我々どうすることができるんだろうは、やっぱり、共に、持つことしか、できなくって、同じ立場に立つことは無理なんですけれども、でもそうですよね、そういうことがありましたかと聞くところからやっぱりスタートせざるを得ないし、もうそれが唯一の方法の取り掛かりなのかなと思いました。野村さん、ありがとうございます。秋さんはいかがですか？はい、第2部の、飯島さんと岡さんのお話を改めて聞いて思いましたのは、たまたま今回は、まあ、私たち2人は10年前の震災の放射線被曝、また後半のお二人はやはりコロナ禍に特化をしたその別れの現場をテーマにしてお話しいただいたと思いましたが、ちょっと思いましたのが、よく最近のお寺に対する批判ですとかお坊さんに対する批判というのも、とどのつまりは結局対人関係が出発点になるのかなと思いました。たまたま被爆差別やコロナ禍の問題というテーマが2つありましたけど、先ほど小西さんもおっしゃったように窓口が違うだけで、常日頃から の時短関係ですとかご遺族の方との関係、もしくは一般の、方との普通の人間関係において全部通じる部分があるのかなっていうことを再認識させられました。まず自分と相手という関係から、まあ相手が自分であって自分が相手であるということを、
基本的に対人関係の基本として持っておけば、まあ、被爆差別であろうとコロナ差別であろうと普段の時短関係であろうと日本仏教やお坊さんに対する批判をお持ちの方であろうとやはりあの狂言を開いて人間関係をこう再構築していくというその構造の問題で通じる部分があるのかなとちょっと勉強させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとここですいません、あの4人のパネリストの方のお話続くんですが、ここでちょっと一回お知らせを、あのもうお時間で抜けられるという方もいらっしゃるかと思いますので、今のチャットの方にあの管理人の東さんの方からご連絡入っているんですが、あのこの、 あの、Zoom 暗号はですね、自主的な勉強会ということで前回そして今回と2回回数を重ねてまいりました。あの皆さん正直無料でご参加という形で、前回の時終わった時にですね、何かお礼ができないかという話でしたので、スタッフと考えまして、この、 あのゲアン後にズームゲアン後にご参加の方全ての方にですね、まずは感想をいただこうということで、あの感想のページを作りました。そこに感想あるいは次回こんな話が聞いてみたいというご希望のテーマがありましたら、そこへ書き込みをお願いします。これは全員の方にご協力いただきたいです。でまた、このさらにですね、Zoom を、100人のから今度は500人までの有料版もグレードアップしました。それは管理人の東さんが、全部自腹でやるよってえらい意気込みでやってくださってるものですから、僕らもそれに甘えさせていただいてるんですが、いやそこはちょっと金銭的にかかってるから自分も何か協力したいなという方がいらっしゃいましたら、あのそちらの方も今回お気持ちというコーナーを作らせていただきました。クレジットカードでお支払いするような形になるんですけども、あのそちらの方もしあの喜んで協力させてもらうよって、これもあのこれからも続いていくことだからぜひ続けてほしいからということで、ご協力いただける方がいらっしゃいましたら、そちらのお気持ちのコーナーからですね、ご協力いただければありがたいです。はい、またあのそれぞれに、活動されていること、先ほどあの下村さんの方から未来会議に、つきましてはあのホームページあるいはそこからFacebook のページへと、リンクが貼ってあるのでお願いします。お話ありました。また、一般社団法人リボーンさんの方、岡久さんの方からも先ほどお話がありましたけども、そちらのリボーンさんの方の活動についてもですね、あのホームページの方をご覧いただきますといろんな活動なさっているのが分かります。またあの岡久さんがお書きになった本などの書籍の方、書籍本の方も購入することができます。またあのリボーンさんの方の活動に対してですね、協力したいな、支援していきたいなという方は、やはりそこからですね、協力という形で、あのクレジットカードで、金銭的に支援することもできますので、そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。あとあのハスの葉の方ですね、先ほど、ハスの葉の代表の堀下さんの方からお話がありましたが、お坊さんが回答者として、お答えする、質問受けたら回答するという立場、あの制度取られてますので、その回答者となってくれるお坊さんを今募集中です。細かいことにつきましてはハスの葉の方のホームページをご覧いただきまして、そこに回答者になるというところがありますので、そちらの方から自分がやってもいいよ、やってみたいという方がいらっしゃいましたら、どうぞそちらから応募していただければと思います。お知らせは以上になります。すいません、はい、ありがとうございます。まあのチャット欄に、はい、あの暗号の記者とあと、はい、アンケート感想についてもチャット欄にあの URL がついておりますので、はい、ぜひそちら利用なさっていただきたいと思います。だいぶ超過してしまいましたけど、続けてもしあれしたら、はいはい、そうですね、お話じゃこのまま続けさせていただきます。すいません、ちょっとコマーシャルが入った後のコメントってすごいしにくいと思うんですけど、岡久さんお願いします。あの本当に 1,2 分ぐらいで、はい、1部と 2部の接続ですが、まずこう、まあ、対話っていうテーマが出てたんですね、うん、はい、こちらもで対話をするためには信頼関係が必要なんですが、うん、はい、信頼関係のためにはやっぱりその方の話をまずジャッジをせず聞く必要があるんです、うん、でもついつい人はお坊さんも含めて悪意なきジャッジをこうしてしまうんだなっていうのをすごく、あ、そうですね、それを超えてママに聞き信頼関係を築いた上で対話をしていくと、うん、苦やグリーフを共にできるのではないかなと思いました。
はい、それが私からの1部と2部の接続で皆さんから教えていただいたことであります。ありがとうございました。ありがとうございました。飯島さんお願いします。はい、はい、なんかすごい2時間みっちりとても貴重な講義を受けたようなそんな充実感があります。本当にありがとうございました。私の話がままならず申し訳なかったです。で、まあ、今聞いあの全てコロナと差別ということですが、やはりいろんな意味でやはり対話ということが大事だなと思いました。で、対話をするにおいてフラットな関係、お坊さんだから上ということではなくって、みんな同じ地平に立って話をしているんだよっていうフラットな関係づくりがまず大事だなと思いました。まあ、そういうところからやはり差別とか偏見とかというものの解消緩和の糸口が見えてくる、その下村さんもおっしゃっていたように思うんですけれども、はい、そういうところを共通認識として持ちたいなと思いました。あとやっぱりみんな違ってみんないいという大角さんおっしゃってましたが、うん、まあ、それもやっぱり共通事項として持つべきではないかなって、これが正しくてこれが違うってことはないということをみんなこう胸に置きながら言葉を交わすということ、うん、そうしなければなんかこうするべきだとかこうあるべきだとか言ってしまうと話が進まなくなってしまうので、それもやはり対話をするにおいて非常に大事なことだなと思いました。はい、もっと学んだこととか言いたいことあるんですが、大きくまとめればこれが一番言いたいお伝えしたいことかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、あと私が一つ感じたところなんですが、ハスの葉の堀下さんが先ほどハスの葉に寄せられた多くのご質問を分析してくださった中で、正直何々宗の宗義とか教義とかって限ったものはないんですよね。正直やっぱり人の要するに死に対するものだったり、大切な人物を亡くした時の喪失感だとか、あるいは親殺したりだとかっていう自分の心の中の葛藤ですよね。そこに特定の教義だとかっていうことは、そういうものを質問されてくるって方はいらっしゃらなかった。これってお坊さんが感じてる、僕らは何々宗だからこういった教えを解かなきゃいけないと思って、お釈迦さんはこうおっしゃったからが、あるいはお祖師様方はこうおっしゃったからっていうことを、ついついやっぱり前面に押し出してしまうようなところがあるんですが、先ほどコロナ差別について、あるいはグリーフケアについて、それぞれパネリストの方からお話しいただいたんですが、まずはその方がどんな気持ちでいらっしゃるのか、あ、そうだよねって、まずは受け止めること、こっちから一方的に発信するのではなくて、まずはその方のことを聞くっていうことが大事だなって、今回改めて勉強させていただきました。このことにつきましては、ちょっと今日もう時間が超過してますので、改めてこれまた次のテーマとしても、いつになるか分かりませんけども、取り上げてやっていきたいテーマであります。そういうことで、すいません。ここまでで、ちょっとパネリストの方からのお話も、区切らせていただきまして、次は皆さんから寄せられた質問、非常に私の画面では右側にチャットがすごい勢いで流れてくるもんですから、ちょっと追い切れていないので、スタッフとして、フォローしてくださっていたすぐれさん、あるいはうかいさんの方からちょっとこれはって気になる質問、多分もう時間的なことがあって全部は取り上げられないと思いますので、一つ二つ皆さんの方からチャットで寄せていただいた質問の中印象に残ったものちょっとお話しいただけますか、すぐれさん。私ちょっとその休憩時間の時にお答えも含めてしてしまいましたけれども、やっぱりなんかその、ね、前半からずっとその知ることが大事みたいな、お互いがこう親近感持てればだんだん収まっていくのにねみたいなお話があったけれども、うん、具体的にはやっぱりまだまだその東京だけに今回は固まっているので全然伝わってない気がしています、うん、このところの微増している様子を見ても、はい、なかなかやっぱり行き来はっていうところがあるので、もうちょっとそこら辺が今じゃあ実際東京はどうなってるのかみたいのを注視していただけたらなって思います、うんうん、はい、まあ、ありがとうございます。鵜飼さんの方からいかがですか。いくつか、はい、いろいろとご質問いただいてありがとうございます。はい。はい、ちょっといくつかじゃあ紹介して。そうですね。ご紹介ください。この方は、こう書かれてますね。私は自粛期間中には自分、ごめんなさい、失礼しました。
差別は各自に心に浮かび上がると思いますと、自分の中に差別が生まれたときはどのように自分と向き合えばよろしいでしょうかということです、うんうん、はい、自分の中でどうやって心のその差別が起こってしまった時の止め方っていうんですかね。誰しもやっぱり、まあそうですね、まあ、私も当然そういう局面はありますし、うん、どうやって自分の中でコントロールしていく、うん、あるいはどうその咀嚼して、とかっていう問題ですね。はい、難しい問題、はい、うん、下村さん一言お願いします。ごめんなさい、自分の中で差別の心が起こってしまったときどう対処すればいいのか。よくロールプレイやるんですけれども、うん、そう感じたときに、じゃあちょっと、立場入れ替えてみようっていうのは試すようにしてます。立場を入れ替える、相手の、はい、想像上での立場を入れ替えて、自分の中で、はいはい、さて自分が向こう側にいたときにどうされたいかな、うん、みたいなのは考えるようにしてます。なるほど。先ほどの相手の立場に立つってことですよね。そうですかね。うん。秋さんいかがですか？はい。今の下村さんと同じ意見もありまして、やはり差別というのはやっぱり構造上の問題だっていう自分自身の問題意識もありますので、ロールプレイっていう研修が非常に実は私もリボンさん、岡久さんのところで研修受けた経緯もありますけど、私どもの宗派の研修会でもここ数年はロールプレイという非常に自分がこういう言葉や態度を向けられたらどういう思いになるかっていうのを一つ学びの起点にするっていうのは非常に有意義だと思いました。でこれは宗派問わず仏教の教えにやはり真摯に向き合うとおそらく2500年前のお釈迦様も同じ問題意識をお持ちだったと思うんですね。その問題意識との対話の中で残された教えっていうのを我々はヒントにすべきだと思いますので、同じその時代と空間を超えて問題意識と向き合ってるんだなっていう自分自身に対するちょっと覚悟というか、そういうものを持った上で研修なり研鑽を進めていくっていうのが大切なことだなって思います。はい、以上です。ありがとうございます。鵜飼さん、もう一つ質問ですね。こんな質問もありましたね、はい、地方の方に質問ですけれども、うん、東京からした人が来たら嫌ですかという質問。さっきすぐれさんも話ありましたよね。私は行けるから地方行ってお話ししましょうかって、いや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 って話がね出てましたけども、その辺どうですかね。まあだから福島でもあったことですし、今回のことでもあったことですし、そうですね、はい、これね近況境って一体何なんだろうっていうね、うん、この間岡さんちょっとねスタッフミーティングの時そんな話されてましたよね。はい、まあ、なかなかねその辺が難しいところで、今都道府県単位で対応してますんで、でこの前まで6月19日まではその県境をまたいだ移動は控えてくださいという政府方針もありましたので、なかなかどういうふうにしていったらいいのかなってところですよね。ただこれがウィズコロナということで、正直ワクチンだとか特効薬が開発されるまでこの状態が多分1年から1年半以上は続くということを想定した上で対応していかなければいけないと思います。ですから、東京の感染確認者数、もう正直、感染者数っていうのは分からないんですよね。PCR 検査をして確認された数が今日は増えましたとか減りましたとかっていうので、一喜一憂してしまうわけですけども、正直これは、見えない状態でいるんだっていうことを想定した上で対応しなければいけないと思いますので、正直長期戦って言ったら悪いですけども、長い期間かかるという想定の上で、東京からいらっしゃってるんだなってナンバー見ただけでドキドキするのでなくて、それを先ほどの話のように差別偏見をしないように自分たちも心がけなければいけませんし、あとそれと同時に感染防止対策を取っていくってことは大事なのかなと思うんですが、この辺飯島さんいかがですか。
医療従事者として看護師さんとして働いていた経験も踏まえて。そうです。一般的に言われているようなその科学的な正しさというか、そういうのはまあ皆さんこう共通認識として持つ必要はあると思うんですけれども、まあ、今までのお話の中にもありましたが、科学的な正しさがそのまま、まあ、差別偏見のを緩和することにはつながらないというか、なんか科学的に正しいことだけではなくって、まあ、それを踏まえた上で社会としてどういうふうに行動をすることが安心安全につながりますよっていうのを、なんていうのかな、もう一般社会の中にいる私たちには、こう、なんとも見極めが難しいので、あとそこら辺は、例えば国の専門家会議さんの中に、医療者だけではなくって、医療社会学とか、社会学者とか、もっとこう、社会全般に、こう、発言できる方を加えていただいての、こういうなんかスペシャリストの方々からの意見をもとに行動をとっていくことが、これから大事なんではないかなって。なので、ちょっと東京から、来たら嫌ですかっていうご質問には、実際その嫌ではない、嫌ではないというか、そういう嫌と思ってしまうこと自体が偏見ではないかと思うので、そうではない、新しい取り組み方というか、対応の仕方っていうのを、こう身につけていかなくちゃいけないなって思いました。すみません、まとまっていないんですが。このように思います。本当に我々も初めての経験だと思うんですよね。よく比較されるのが100年前のスペイン風邪の時の対応なんですけども、その時に生きてた方っていうのは今、ね、正直、まあ、かなりご高齢でいらっしゃるかもしれませんが、大多数の方はそれ以後に生まれた方ですので、初めての体験だと思います。で、これをやっぱり初めて未知なるもの、わからないものってことで今、かなりいろんな対応、驚き方も含めてですね、あるかと思うんですが、これウィズコロナということでやっぱり年単位で考えていかなければいけないことですので、私たちもやっぱり学習していく、正しいことを、何が正しいことなのかということを常に学んでいく、そして相手の立場になって考えるってことも継続していかなければならないことだなと思います。ちょっとだけですか、はい、はい、10年前に福島ということで下村さんもそうだと思うんですけど、避けられた側の差別当事者として、うん、ちょっと今の話に関連して、まあ、参考になるかどうか分からないんですけど、はい、ちょっと申し上げますと、風評被害の時も触れたんですけど、風評被害と実害ってやっぱり違うと思うんですね。うん、で、私もやっぱり福島ナンバーなんかに乗って他県なんかにちょっと時間経過していきますと、やはりそういう空気とか視線とか、まあ、直接言葉によるこの差別っていうのを受けたことがないんですけど、なんとなくその福島っていうキーワードが私を透けて見えると、その場の空気が変わるっていうのはおそらく下村さんも経験されたことだと思うんです。で、意外と差別当事者になりますと、福島っていうことで空気を変わること自体は時と場合によって受け入れられる時があるんです。うん、もっと分かりやすく言うと、その分からないからこそある程度予防や防衛の本能っていうのは意外と差別当事者って分かるんですね。それを抜きにしてあからさまにその自分の自らのうちのその恐怖感というものに負けてしまって、防衛本能っていうものがその過度に出てしまうと、やっぱりその線引き曖昧なんですけど、そこを超えるとやっぱり相手にとって差別と評価されてしまうというか、受け入れられてしまう部分があると思いますので、逆に冷静に対処していただいた方が、我々、まあ、例えば10年前の福島県民、まあ、今のお話ですと言葉を借りると、まあ、東京っていう東京だけのキーワードじゃないと思うんですけど、そういう風評にさらされる人たちっていうのが一番やっぱりその差別として感じる部分っていうのが、お互いの配慮があるかどうかっていう部分であってですね、差別はいけないっていう、ちょっと先ほどの私にも通じるんで、話にも通じるんですけど、いけないっていうことを前面に押し出してしまって、風評の部分と実害の部分をきちんとお互いの対話によって線引きが、会話が成り立たないっていうことの方が、差別が潜在化することを懸念、逆にいたします。表面だけのその差別の反対っていうことではなくて、
分からないうちは逆に言葉を選ばずに話すと怖がっていただいてもいいです。その怖がり方っていう意味で言うと、うん、意外とその差別を受ける立場を経験しますと分からないからそのような心境になっているっていうのは意外と冷静に見えると思いますんで、その辺じゃないですかね、微妙な線引きというのは、うんうん、なんかそのように10年前の自分の経験に照らし合わせて感じました、うんうん、それ大事だと思うんですよね。そのやっぱ経験っていうことが大事だなと思いまして、正直頭の中で分かってるんだけど実際どうだったんだろうっていう、その今のお話貴重だなと思って受け止めさせていただきました。ありがとうございます。風評と実害はきちんと宗教者だからこそ、うん、理性的に保ってもらった方が、逆に被差別当事者としまして、ちょっと被差別当事者って過激な表現ですけど、うん、受ける側、受ける立場になってしまった側にとっては、うん、意外と冷静に受け止められるという思いが個人的にはいたしました、うん、まあ、下村さんがどうかはちょっと分かりかねますけど、どんな感じなんですか、ね、下村さん一言。いや、ほぼほぼ同じです。同じ感覚、うん、はい、ですし、やっぱりちょっと記憶、うん、思い出すのは水俣の方たちも同じようなことを、うん、語られてた。で、私たちも多分同じようなことは、思ってて、福島の中ですら、その感染した家庭への、差別中傷なんていうのは起きてますし、うん、10年前を経た我々でも、まあ、そうなってしまうんだなっていうのは本当に現実だなって思います、うん、はい、ありがとうございます。まあ、このコロナについては誰しもが感染する可能性があるということで、まずは自分が感染しない、感染してるかもしれないから相手にうつさないようにという行動をしていこうってよく言われていることなんですが、やっぱその辺自分の行動にも特に我々お坊さんっていうのは多くの方に接する機会が多いので、その辺も心がけて対応していきたいなと思います。どうもすみません、ありがとうございます。もうかなり時間が、超過してますので、この辺で、締めに入りたいと思います。そしてちょっとすみません、画面共有させていただきますね。はい、すみません。ではすいません、私の方からまとめに書いてということでお話しさせていただきます。お釈迦様の言葉、釈尊の言葉の紹介ということでさせていただきましたけども、こちらですね、手頃に学ぶことができますスッタニパータ、これは釈尊の言葉ということで、前現代語訳、講談社学術文庫から出ている文庫本なんですけども、そこの第3章、大いなる章ということで、第3教、良い言葉、釈尊の言葉として、良い言葉が最上であると立派な人々は語る。道理を語れ。道理に反することは口にするな。これが第2である。心地よいことを語れ。不快なことは口にするな。これが第3である。真実を語れ、虚偽は口にするな、これが第4であるという言葉を受けて、そのお弟子さんであります、ギャンギーイサ尊者はですね、自己を苦しめず他人を傷つけない言葉のみを語れ、これこそが良い言葉である。相手が嫌悪することには触れず、相手に喜ばれる心地よい言葉のみを語れ、真実は不滅の言葉であり永遠の道理である。真実と有益さと道理とに立脚して立派な人々は言葉を語る。苦しみを終わらせ、涅槃を達成するために、ブッダが語る安らかな言葉こそが最高の言葉であるという言葉が出てまいります。まさに、自己を苦しめず他人を傷つけない言葉のみを語れ、これこそが良い言葉であると、お釈迦様の言葉を受けてですね、ギャンギーサー尊者はそういうふうにおっしゃってるんですが、まあ、今回のコロナ差別、そしてグリーフケアについても言えることかなと思ってここに出しておきました。今日のまとめということで、まとめに変えさせてということでお話ししたんですけども、今日ここでですね、ご紹介させていただきました、無罪の七世に戻りたいと思うんですが、このような7つの中から今日は権次世ということを取り上げてお話しさせていただきました。これすいません、私が浄土宗の方だもんですから、新三浄土宗大辞典というものを使ってそこから引用してきた文章なんですけども、
今日ここでですね、この文章を書いた井野さんがご参加されてるんですが、井野さん、一言感想をお願いします。はい、すいません、失礼します。はい、急な振りですいません、一言お願いします。今日お聞きになっていかがでしたか。急な振りでびっくりよあのもうそうそう退出しようかなと思って。ああ、よかった、いらっしゃって、あの本当に貴重な勉強の場ありがとうございました。あの私自身あの今日の話聞かせていただきまして、あの岡久さんにですね、以前滋賀教区の講習会に来ていただきまして、まあその時にあの自身のことをお話しいただきましてね、あのいろいろとその自身族の方に対するケアということで私たちが学ばさせていただいたんです。でその時にあの最後質問がありまして、小学さんが講義の中でね、あの天国でお母さんが見守ってくれてると思いますっていう、そういうことをおっしゃったんです。そしたらですね、質問された方が浄土宗のお坊さんで、天国じゃなくて極楽浄土ですよっていうことを悟されたんです。うん、私は正直それを聞いてすごくがっくりをしたんです。うん、この方は1時間半何の研修をしていたんだろうな。自身族に対する寄り添いのはずがね、私は全くこの方には響いてなかったなっていう、まさにお坊さんの今日の話だったら自分側のニーズを押し付けてしまう、そういう説教をするところが我々にあるんではないかなと思うんです。ですから私はね、極楽浄土っていうことも大事ですけれども、やはりね、天国ということを発せられたその方の思いにですね、もっと寄せていくことがお坊さんの大事ではないかなと。どうしても推しを説く方ばっかりに私たちはね、意識をしがちですけれども、傾聴というようにね、やはり相手の苦しみにもっと意識を向けていくことが大事やなというようなことを改めてあの感じさせていただいたようなことでございます。あのね、何かをいいことを解かなければいけない、うんうん、今日もありましたけれども、ついついそういうことを言ってしまうことによって相手を傷つけてしまうことも多々あるんだろうなっていう、これは大きな我々僧侶の反省であって、はい、教師の大きな反省だと思っております。うん、あのこんな感じでよろしいですかね。はい、ありがとうございます。急な振りでしたけども、ちゃんとまとめていただいてありがとうございました。貴重なコメントありがとうございました。いや、それではあのここで、主催者を代表しまして管理人の東さんの方からお願いします。どうも皆さん、あの長時間にわたり、あの集中して聞いていただいて本当にありがとう、ご参加いただきましてありがとうございます。それぞれにあの思うところあったと思いますし、またあのそれを踏まえてさまざまなご意見、あの私たちで共有できればと思いますし、共に学んでいければと思います。今日リボンさんにも大変ご協力いただきましたので、まあ、リボンさんの中での例えば研修とか、そこで私たちが共有できることはたくさんまだまだあると思いますから、共に学べる間ということを作っていければ、あの精進できればということで思います、またあの次回の予定、考えております。地域のお寺についてということでテーマを考えさせていただいておりますが、皆様の意見を伺う中でまた次企画させていただきたいと思いますので、今日ご参加いただいた方々、そしてパネリストの皆様、そして、まあ、だいぶお汗をかいた小木さん、だいぶお疲れ様でした。ぜひまた、よろしくお願いしたいと思います。長時間にわたり本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、一度、この場は、閉じさせていただきます。本当に皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。